の者の後ろへ続きなさい。他の障壁、お味方が打ち破るには困難な様子。その剣で大地を突き、深淵の神脈をお示しください。立てするものはすべて綺麗。
人の生き血で作られた正気の源、結晶。これを打ち払えば魔の発生を食い止められるはず。しかし私たちでは、たとえ死者といえども切ることは。この場はお味方の力お借りせねばなりません。兵を導き、この横島なる正気を打ち払っていただきましょう。結晶は打ち砕け、勝負に払われました。このマムシの首、そうたやすくは取れんぞ。殿、あれは一体。ん？光秀め、さても面妖な援軍を連れてくるものよ。
こたびの戦い、これで決着のようです。光秀、お主のおかげで今日のところは生きながらえたわい。しかしこの道山に肩入れしては義辰めが黙ってはおるまいに。いえ、それは良いのです。それよりも礼はこちらの方々に。私たちは使命を果たしたのみ。魔性の者が払われた今、この地にも平穏が訪れることでしょう。いや、美濃の血はまだ収まるまい。義辰がわしの首、諦めぬ限りはな。殿、いらぬ野心を持たず、分相応に収まっておれば生きながらえようもの。やがては我が娘婿にとって変わられることじゃろう。娘婿？貴重を嫁にやった織田のうつけのことよ。尾張の信長公でございますか。あやつはよい、よいぞ。ただのうつけではない、天下を騒がす大うつけじゃ。天下を騒がす。世の乱れに呼び寄せられる魔性の者たち。乱れが魔を呼び、魔が乱れを呼ぶ。天下をすべ世の乱れを治めることで魔性の者を退けられるとすれば、今はまずこの身の置き所を考えねばなりませんね。このまま美濃には折れませんし。京への上洛を発し、大軍をもって尾張へと迫る駿河の名門今川義元。織田家最大の危機を前に、家兵を率い無謀とも思える奇襲を仕掛ける若き当主織田信長。両家の命運が今まさに激突せんとする桶狭間の地にあって、その命運を左右したのは全く異質の存在であった。かような形で我が望み叶おうとはな。世の乱れ不可面としてあららら割れるか。誰もが予期した義元の上洛がついえたとなれば、この乱世は行く。確かに読めなかった。もっともわしにとってはその方が好都合だな。殿、いかがなされました。いや、何でもない。見よ、今川が試算した今、次に狙われるは我らぞ。そもそも我ら己が命運を決すべく命を落としてこの地へとそ参じた。わしにその命預けよう。難なるところ魔物は、そして魔物現れしとあやつ。